世界的な課題であるカーボンニュートラル社会に向けて、自動車業界としてモビリティの排出ガス低減や低炭素化、そして再生可能エネルギー活用への取り組みが求められています。そうした中、いすゞの大型トラック用次世代パワートレインのラインナップ拡充と、ホンダの水素社会実現に向けた FC 技術のさらなる活用拡大のため共同研究を行っています。パワートレインに燃料電池を搭載した試験走行車両を製作、両社の強みを生かした新たな FC 大型トラックを現在テストしています。クリーンで騒音や振動の少ない大型トラックを実現するとともに、 FC トラックや水素エネルギーを物流業界をはじめとした社会全体の産業の発展と水素社会の早期実現に貢献できるように、いすゞとホンダはこの共同研究を進め、2023年度中の公道におけるモニター開始を目指してまいります。